じゃあ一回また物を。これビデオカメラこれセットした状態でさ、これで持ってた方がいいね。最初の5分間はね、敵とかだ、敵あ、ここだ。そう、最初の5分はもう強気でいけぬよ、来ないから。13度、14、12度、11度、13度。低いっす。あ、9度。ああ、そこじゃないですか。いいっすね。でもね、上がったり下がったりしてるんだよね。ああ、雪やからっていうのもあるかもしれないです。その天候によって変わるんですよね。うん、あ、でもね、ここっぽいよ。あ、え？今、開けたなんか。え、俺今、触ってんな、扉。でもそこっぽいですね。え、これどっちだと思う？これちょっとタラコさんこれやってみて。なんかね、やっぱすごい微妙なライン、これ。どこっすか？このね、このベッド、このベッドの部屋とこの奥の風呂場。あ、オッケーです、オッケーです。どう思う？なんかすごい微妙なね、ライン。気がする。あ、こっちっすね。オッケー。決定。あ、骨もあるじゃないですか。え、うん、でかっ。し。これでいいね。じゃあ。一回荷物取ってくるか。そうっすね。本当この最初の5分だけがね、強気に出れるんだよ。あ、びっくりした。あ、びっくりした。三脚だよ。幽霊かと思った。いないはずなのに、めちゃめちゃ幽霊に見えるわ、お前。勘弁してくれよ。あ、何？呪いないテーマ見つけた。多分あからこれかなっていうのがありました。マジで。だけどその扱いむっちゃしんどいんで。マジかよ。え、骨なくなったよ。ほら、あれ取りました、取りました。え、あ、あ、あ、2、2だ、2、2か、2だ、2か。おお、あれです。塩置いた瞬間踏んだぞ、おい。ちょっと待ってくださいね、それ。やばい、近い。いや、そう言ってなくて。あ、待って、これ。黒じさん、ちょっと塩くのやってね。うん。え？ちょっと見たいのがある。待って、ね、塩置いた瞬間踏んでくんだけど、なんで？もう一回塩置いてほしい、ここら辺に。OK よ。うん。置いた。多分踏むはず、これで。おお！足音映ってないですね。どういうこと？足跡、なんか、ライト的なもの映ってないですね。多分これ幽霊は多分レイスですね。なんでわかんの？レイスだけ足跡がないんですよ。うん、マジで？そうっす。で、塩を踏ませると怒ってきます。ちなみに。言うの遅い、それ言うの遅いよ。言うの遅い、何言ってんのね。夫婦じゃないんだよ。遅いよ、言うの。塩踏ませると怒りますって。多分レイスなんで、スピリットボックスと、これ多分呪いのアイテムはこの、どこに置いとけばいい？十字架は、うん、ここら辺のここでいい、この廊下の、
で、どれどれ、多分これが、これが。どれ、あ、これこの箱多分これがオルゴールやと思います。あ、はい、オルゴール持ちますね。うん、いいよ。え、これ、オルゴールじゃないもしかして。マジで？これ持てます？いや、持てない。これじゃないんかな、オルゴール。持てないね。え、え、あれだもんね、持つボタンで持てるようになるよね、普通ね。で、しかも多分。ちょっと調べますね。うん。ハント来たら終わりだぞ、アートタック。あ、あとね、氷点下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 。あー、ちょっと箱が違うっぽいわ。むっちゃオルゴールに見えた。お、消されてる。氷点下、氷点下、白い息吐いたわ。了解。じゃあ、ちょっと、地下でウィジャ版とかあったら、あるかもしれない。探してきますわ。すごいね、よく一人で行くね。ちょっと、俺、ちょ、どれだっけ？氷点下と、踏むのどれだったっけ？踏むのはないっすね。あ、踏むのはないのか。あ、あれか。カメラ、とりあえず見てくるわ。あ、また呪いの鏡ですね、これ。やだー、やだよー。地下にあります、あの呪いの鏡。マジで？お、真っ白真っ白、すっげえ白飛びしてるよ。白飛びしすぎてさ、わかんねえ。あ、違う、電気ついてるからか、これ、風呂場。あれ、レースじゃない。え、嘘。マジで？え、白い毛吐きました、ほんとに。え、吐いたよ。さっきそのさ、タロコさんがさ、そのオルゴールがあった部屋だよ。そうそう、あ、その隣の部屋でね、白い毛吐いたよ。いや、多分、今、それないと思うんですけどね。え、マジで？カメラをじゃあ こっちにこうするね。カメラの位置を普通にここの中が見えるように置いてくれたら、うん、でここにプロジェクターを置いて、こんな感じでいいかな。もう一回足を踏ませてもいいな。確認で。もう一回足を踏ませる？オッケー。足を持ってくるよ、いいじゃん。ちょっと待ってくださいね、塩。うん、オッケーオッケー。この、よし。いいっすよ。おー、びっくりした。あそこにいたのか。まあ、ここら辺に1個置いてくれたら。どこ。そこだ、どこら辺です。そこに無理っす。あ、コンコンって言って。あんま電気つけない方がいいっす。見にくいっす。ないね。もう一個中置きますか。中置く？ここら辺に。オッケー。確かに白い毛は生えてるんだけどな。まないな。レース、でもレースだよね。レースとめちゃめちゃ攻撃的なんだよね、レースね。おう。何度殺されたことか。あ、いや、あ、違うか。あ、前に。あと、あ、だからまだ踏んでる、手前のやつ踏んでるわ。ほら、映らんすよね。あ、この先映るってこと？本来なら。そうっす、映るんすけど。指紋がある。マジ？あ、ほんとだ。いいっすね。あ、じゃあ、レースじゃないことになったな。マジで。あれ？タロコさん？ん？はいはい。あれ？ああ、いた。と、その場でずーっと今足踏みしてたっけ。ああ、オッケーオッケー。指紋があるってことは、じゃあレースなくなったよ。レースなくなったな。え？じゃあ何？珍しい。え？全然わかんない。ミミックあとっていうのがね、マジわからん。ああ、ミミックの可能性もあるっすね。
ミミックの特性は。でもね、ゴーストオブ、あ、ゴーストの付近にはゴーストオブが発生する可能性が高い。ゴーストオブないもんね。でも、氷点下があったってことじゃないですか。吐いたってことは。吐いた。で、なんか、自分以外の存在の特徴を真似するっていうんで、多分レイズの真似をしたんやと思うんですよ。そのレイズの足跡を。あ、そういうこと？そういうこと？そうですね。多分ミミックの可能性はある。本当だ。自分以外の存在の特徴を真似する正体不明のゴースト。ミミック？本当だ。独自の特徴は一切不明。十分注意されたし。本当だ。じゃあミミックなのかな？の可能性もあるですね。一回、あれ飲んで。お薬飲んでもう一回行く？ああ、でもまだ 80% あるんでいいっすわ。これもうちょっともう一回見てみるか、これ。え、ミミックは、あとスピリットボックスなんでね。あ、オーブ飛んでんね。オーブ飛んで、奥の部屋飛んでるよね。そうですね。ミミックの可能性がでかくなりましたね。風呂場飛んでるよね。そうですね。ハントの宿見ますね。あ、でも、あれ？氷点下つけるとね、ハントになる。でもね、指紋とゴーストオーブだとミミック消えるんよ。だから、さっきのミミックの土地上で、ゴースト付近にはオーブが発生するって書いてあるんですか。うん。その可能性があるのかなと思って。あ、そういうことね。証拠、あ、指紋氷点下スピリットボックスか。だから、この一回スピリットボックスをやってみるっていうのはありかもしれないです。あれ？ライトどっか行っちゃったんだ。あれ？何してるんすか？ライトどこだった？あれ？ライトどっか行っちゃった、俺のライト。これじゃないですか？あれ？これか。それ捨てて。ライト捨てなきゃだ。はい。いや、これだ。あったわ。音つけます。音出しますね。いいよ。優しいタイプさん、それきちんと言ってくれるの嬉しい。あ、踏んでるわ、踏んでる。思いっきり踏んでるね、これね。で、電気消してやりますわ。怒ってますか？あ、来ました。いたね。今ね、話しか聞こえた、聞こえた。はい。ミミックっすね。ミミック、OK。帰ろ、帰ろ。攻撃が来る前に帰ろ。え？やらなくていいんすか？何を？あ、まあ、戻らないとさっき見たんでいいですか？あ、鏡？そうっす、鏡っす。鏡ちょっとリベンジしよう。俺もう一回ちょっとリベンジして、あれ。オッケーっす、オッケーっす。もう少しこっち来てもらって、うん、ここら辺で見て、うん、わ来たと思ったら、ここで、うん、ここぐるぐるして、ね、ここぐるぐるするね。お、何、我々まで 見ればいい？これ。そうっす。我々までいいですよ。お、歩いてですね。あ、どこにいるのこれ。あ、さっきのとこだ。あ、割れた。来た。ね、ここ、来るんで。さあ、来いよ。開け、扉開けてきた。下かな？地下かな？地下奥だよね。奥っす。ほら、来いよ！お前見てみよ、お前！完全防御だ！あ、え、終わった？え、終わった？終わった？多分、ミミキが見つけられなくて終わりましたね。あ、俺らのことを見つけられなくて終わったのね。そうっすね。なんだよ。お前表紙抜けじゃねえかよ。ちょっと面白かったのにな、せっかく来るの。あ、なるほどね。あんだけバチコリいても見つけられなかったら来ないのね。そうっす。なるほどね。よし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 。閉めちゃっていいの？そしたら大丈夫？いいっすよ。あ、かかかか。なるほどね。見てみ。俺ゼロパーだよ、俺も。やっぱもう結局はやっぱもう割れるまで見ると 100% あろうがなかろうがもうゼロまでいくってことね。うん、そう減りますね。